ければ大丈夫だと思いますね。1点の重みを感じる、そんな回になりそうです。これが2球目、胸元へ決めてきました。ストライクです。148キロ。これは手が出ないか。ワンボールツーストライクです。次が4球目、打ちました。ショートが取る。アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って菊池。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席は打ち取りましたけど、タイミングは合ってますからね。まあここは注意していかないといけませんよね。そうですか。ワンアウトランナーありません。ストライクになります。151キロ。ファウルになります。打った。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく流されてしまいました。まあこれはね、いいバッティングされましたよね。さあこの終盤、一塁には同点のランナーです。バッターは野間。まあここは1点狙いで確実にランナーを進めてくるかもしれませんね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい。変化球わずかに外れてボール。牽制、一塁はセーフ。これが3球目、ランナースタート。キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。この盗塁は阻止したかったですけどね。外の球打った、高いバウンド、一塁送球、一塁アウト。ツーアウトランナー三塁とかあります。最低限ランナーを進めてきましたね。さあこの場面で打席には3番の秋山入っています。ここを歩かせて次のバッターと勝負した方が良かったと思いますね。なるほど。このまま勝負するんでしょうか。これは手が出ないか。ストライクを取ります。すぐに追い込みました。あー、いいボールでしたけどね。はい。低めわずかに外れてボール。151キロ。あっと外れた。ことはできませんでした。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。同点のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。4対3、スワローズが1点差を守っています。さあそしてここからはラッキーセブン、スワローズの攻撃に入ります。7回の裏、スワローズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。玉村が2番手としてマウンドに上がります。ここでスワローズ代打を送ります。
バッターボックスには代打の宮本。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。最初は変化球できました。さあ2球目は何か。アウトコース決まってストライク。ノーボール2ストライクです。インドを見送っています。打ちました。ヒットになった。これがチーム10本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。さあ追加点のランナーをノーアウトから出しています。バッターボックスには並木。まあここはバントでもいいかもしれませんね。バントしました。取りました。一塁へ。アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には青木が入っています。さあワンアウトになりましたが、追加点の欲しい場面、まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですから、ぜひ点を取っていきたいですね。なるほど、そうですよね。いい当たり。外野ヒットになりそうだ。ライトの頭上を破っていった。二塁ランナー三塁を回った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。スワローズ追加点を挙げました。5対3。さらにリードを広げます。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。試合は大詰め。この追加点は存在感があります。ここはどんどん攻めたいですね。まずは変化球から入りました。センターへ。ここはフライになっています。掴んで2アウト。2アウトランナー2塁となりました。さあそしてバッターボックスには村上が。ここは勝負をしません。申告敬遠を選択しました。バッターは一塁へ向かいます。次のバッターは気合を入れてくるでしょうね。意地を見せてほしいですね。さあそしてこのチャンスで打席には5番のサンタナ入っています。レフトを持っていった。これは大きな打球。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回スワローズ1点を追加しています。7回終わって5対3。ヤクルトスワローズのリード広がっています。これから8回カープの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。背番号12、石山が3番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。初球は何で来るか。ここは初球を見ていきました。次が2球目。引っ張った。これはファーストライナー。バッターボックスは5番坂倉。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。最初は変化球持ってきました。ストライクです。
このカウントは厳しめにいきたいですよね。はい、いいボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。ノーボールツーストライク。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。インサイド落ちました。ここもファールです。これはバット出ず三振です。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振でツーアウト。こちらが先ほどの配球になります。まず何を投げてくるか。アウトコース見送っています。スピードボールを持っています。いいコースに決まりましたね。はい、外のストレートがストライク。ここは甘い球は禁物ですね。フルスイングしてくるカウントですからね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。インサイド落ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー三塁一塁。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、ここは低めにコントロールしたいところ。2球目は何で来るか。外高め決まってストライク。ストライクを取ってこれで追い込んだ。さあ、勝負してくるのか。ジャストミート。難しいバウンド、ショートうまく取って、一塁へ、一塁アウト。これでスリーアウト。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ランナー出ましたが、カープ得点には至りませんでした。5対3、ヤクルトスワローズがリードしています。8回の裏、スワローズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号29、ケムナが3番手としてコールされています。打順は6番、中村。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。スワローズリードで迎える8回の攻撃です。これが2球目。外れてますか。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。ボール先行です。ファウルになります。低めの変化球は決まりません。
さあ5球目は何か。打ちました。これはどうか。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス尾花、今日はまだ当たりがありません。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。はい、そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。打ちました。セカンド取った。セカンドフォースアウト、1塁転送アウト、ダブルプレー。バッターボックスには代打の山崎。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球は何から入った。